皆さんこんにちは。フォーユーザーズ SEO コンサルタントの井端です。本日は速報コアアップデートを解説していきたいなと思います。皆さん、今日は嬉しいことに個人アフリートの順位上昇が一気に始まりました。本日8月20日です。コアアップデート自体は8月16日にありました。そして Google からも声明が出ましたよね。まあ今回のアップデート、フィードバックを受けて、小規模サイト、独立系サイトで質の高いものを優遇してきますっていった発表がありました。しかしですね、8月16日から数日経ったんですけれども、順位変動そのものもあったんですけれども、小規模サイトが優遇されてるかな、僕のアフリエイトサイトが順位上昇してるかなっていう感じはあまりしませんでした。しかし、8月20日、今日、なんとですね、アフリエイトサイト、私、まともに動かしてるもので、3つ4つ持ってるんですけども、全部で激しい順位上昇が見られました。ので、速報として解説します。はい、まず私の決済アフリエイトブログですね。見てください。順位上昇、一気にしてますよね。スイカ導入手数料なんて11も上げて、今5位になりました。一気に順位を上げております。個別に見ていきましょう。ストアーズ決済評判、私ね、丸々決済評判で大体全部1位だったんですよ。しかし、過去のコアアップデートでどんどん順位を下げていっております。去年の8月順位を下げて、今年の3月順位を下げて、そして今回のアップデートで去年の8月並みに戻ってきました。やはりですね、僕、ライティングのプロです。しかしそのプロが書いても、なかなか企業系のメディア系に勝てなかったり、順位をどんどんアップデート下げてるんですけれども、このアップデートで一気に順位を去年の8月並みに戻すことに成功しました。他のサイト見てみましょう。私の弟子の中古車のアフリエイトブログです。まあね、このブログね、かつては10万 PV あって、すごいサイトだったんですけども、今、10分の1もアクセス数がありません。しかしですね、今日、そんなサイトでも順位上昇しておりますね。で、ちょっと動きを見てみましょう。一番調子良かったキーワードを見てたんですけれども、去年の8月でガガガって下げて43位。ありえますかね？1位だったサイトが43位って、これなかなかひどいですよね。しかし今日のアップデートで6位まで戻してきました。もうここまで来ると、やっぱりドメインが個人なのか、アフリエイトサイトなのか、企業サイトなのかっていったコアアップデートの要素がないと戻すっていうのはなかなか難しいので、まあ今回順位を戻すキーワードも存在しました。はい、次、教育系のアフリエイトサイトですね。キーワードはごめんなさい。所持終わって隠してます。もともと上位表示したいものでは上位表示がキープできてました。しかしですね、下の10位以下ですね、結構順位を上げてるなっていった傾向が見られました。次いきます。婚活のアフリエイトサイトブログ。これ私最初に作ったアフリエイトサイトブログ。最初に作った個人のブログなんですけども、お見合いパーティー行きまくって僕が取材して記事書いたんで、かつては結構月収で30万くらいのサイトだったんですけど、今全然ほとんど0円なんですけども、そんな完全放置ブログ、もう3年くらい放置してるんですけども、今日 SEO 順位がなかなか上がりました。やはりですね、一次情報の塊なんですよ。だから独自性超強いんですけど、まあ、完全に放置してた。そして恥ずかしいから名前も企業名も公開しない完全な個人ブログなんですけれども、しっかり体験談やってるブログはこのように順位上昇してきましたね。はい、まとめますと、古い記事、リライトしない記事でも独自性があれば、まあ、上昇してますよ。ただし、メンテナンス、リライトをしていると上昇率が高いなっていうのが今回の所感です。例えば私の決済ブログ、順位上昇してましたよね。かつては月間100万円の収入があったんです。しかし今月収、サイトから3万円くらいしかないです。でも3万円あるから年に1回2回しっかりしたリライトをしたんですよ。だから今回順位上昇の波に乗れたかなと思うので、質の高い記事プラスリライトを定期的にやってるっていうのが今回コアアップデートで上がっていくのかなと思いました。そして3番、さっきの婚活サイトみたく完全放置しているサイトでも、あのように体験談とかだと真似できない情報があって、順位上昇の波に乗れてるのかなと思います。しかし繰り返すんですけれども、やはり、メンテナンスをして、そして、独自性の高い記事を書いていくっていうことが一番の順位の波に乗れるのかなっていったところが私の所感です。今回、私のアフリエイトサイトは、このように大体全部上がってました。皆さんどうでしたか？皆さんの傾向をぜひ教えてほしいので、コメント欄に書いていただければなと思います。はい、本日は以上です。今日はね、速報という形でお届けしました。また次回からは通常の動画やったり、あるいはもう一回動きがあったらね、こういった速報もやっていきたいなと思うので、今日は短い動画ですと以上です。ぜひ、あなたのアフリエイトサイトどうだったかコメント欄で書いていただければなと思います。4ユーザーズでした。以上です。